ルプレゼンツ毎日ザキヤマ、どうもザキヤマです。今回はどなたでしょうか。どうもザキヤマさん、はじめまして。スーパービューバーボーカル渋谷龍太です。落ち込むくらいなら期待しない。スーパービーバー渋谷さん、いや、なかなかかっこいいというかね、ちょっと、あっちから来たら目そらしそうなね、4人組です。この写真はよ、この見させていただいてますけどね、ありがとうございます。まずは渋谷さんに自己紹介をお願いいたしました。すいません。我々スーパーユーバー今年結成15周年16年目になりましたバンドでございます、スーパーユーバーと言います。よろしくお願いします。お願いします。私渋谷の自己紹介としては、なんだろうな、ことさら面白いトピックはないと思うんですが、狂ってますか。違うんです、本当にないんです。あれですね、えー、珍しいことで言えば歌舞伎町生まれです。はい、宇田川町じゃないんだ。なかなかあんまり他では聞かないなっていう。設定とかではなく、設定ではなくですね、もう人と違う育ちをしてるし、学校もあまり治安のいいところになかったので吉本の中に今吉本、花園小学校のすぐ近くの学校です。新宿区にいくつかあって、花園小学校が一番長かったんですけど、うちが多分2番目とかかな。もうぼちぼち僕が通った小学校も100周年とかになるんじゃないのかなって感じですね。おお、タフな街に生まれてるね。渋谷で新宿生まれってことだもんね、そういう意味じゃね。もう山手線だね、この人自体も、渋谷さん自体が。歌舞伎町で生まれるっていうか育つなんてもう正直考えられないですよね。でも小学校あるもんね、まあ、たくましく育つだろうね。その渋谷さんに音楽との出会いについて伺いました。生まれた時から両親が割とハードロックが好きな家で育ったので、ちっちゃい頃からレッド・ゼッペリンとかディープ・パープルとかブラック・サーバスが流れてる家で育ったので、出会ったっていうよりは結構生まれてからずっと家でうまく流れてるって感じですね。僕あの小学校の時、あの CD コンポで目覚まし設定みたいなのできるじゃないですか、朝起きる時にこれ流れるみたいな、ディープ・パープルのファイアーボールって曲だったので。朝からこれずっとあのドラムリフで目覚めるっていうの、ヘッドパンギングしながら小学校の時はずっとやってました。ある種サラブレッドだね。ああ渋谷さんはもうちゃんとその通りに育ってきたっていうか、はあ、バリバリハードロッカーの渋谷さんに恒例のあの質問ぶつけてみました。ザキヤマがクルーでメロディー浮かびますか。クルーからですか、メロディーと歌詞、思い浮かんだりしますかという質問ですか。ちょっと怒ってない、大丈夫か。これ来ないと言った方はいるんですか。確かにです。あのこれ正直です、ね、本当ですか、クルーからメロディー、歌詞、全く思い浮かばないですけど正直者。インスピレーションの根源が小さすぎて、はい、無茶ぶりなんだよ、だから少しも出なかったです、ね、まあまあまあ2年ぐらいいただければ1曲ぐらいはできるかもしれないですけどね。2年そんなお時間、はい、2年はいただきたい。いや、もったいないもったいない、我々に2年なんて、ということで2年後改めて渋谷さんを取材します。いや、いいよ、2年も改めて私たちで時間取らせるな、大事な渋谷さんの時間を。スーパービューバーの曲紹介もいただいております。我々スーパーユーバー10月21日の水曜日に新しいシングル「突破口自慢になりたい」の両 A 面シングルが発売になりました。ありがとうございます。突破口という曲はテレビアニメ「ハイキュー・トゥ・ザ・トップ」の第2巻のオープニングテーマになっております。ハイキューじゃん。それでは聴いてください。スーパービーバーで「突破口邪魔が効く」。あーし、ボールでのなんかこうリズム感みたいなのも入ってるな。今なんかボールがポンとスローモーションで当たってね、上がってこうスローだよね、で決めるぞみたいな体勢入った、ブロック飛んだ、アタック打つのかどうなんだ、ポンドーンみたいな、あーみたいな、イエーイみたいな、アリーナウォーみたいな。いや、もう決勝戦でのスパイク決まった瞬間見えたもん今。このボールのラインだけこう追うみたいなアニメでこのラインが出るのよ、ちょっとあの明るい青とかで、いや、いいね、ありがとうございます。本当
いやー音楽って本当素晴らしいですね。ザキヤマでした。明日もスーパービーバー渋谷さんが登場。毎日ザキヤマが応援している渋谷のライブハウスエッグマンとの関係とは。